太陽光はソーラーパネルにより発電され、給電ボックスに流れます。リニア本体からはマニュピュレーターと呼ばれるロボットアームが伸び、給電ボックスから太陽エネルギーを吸収します。また本体にもソーラーパネルが取り付けられ、ライトを点灯させています。このように今回のソーラーリニアはより安全に、そして環境に優しく改良されました。それではここでリニアに使われているダイコエレクトロニクス製品の製品群をご紹介してまいりましょう。ここでは50製品搭載されている中から代表的なものをご紹介します。まずはリニア本体です。自動車業界の小型軽量化に応えたコントロールユニットコネクタ、LED ライトには LED ライトソケット、基板上の省スペース化に貢献しているインダストリアル USB コネクタ、シートには安全性に貢献するシートセンサー、プラグインリレーも搭載しています。リニアの運転操作はタッチモニターで行います。ディスプレイとタッチパネル、コントローラーを一体化したダイコエレクトロニクスの商品です。リニアと給電ボックスをつなぐマニュピュレーターには弊社の代表的な産業用コネクターのダイナミックシリーズコネクターが使用されています。次に給電ボックスを見ていきましょう。ソーラーパネルの直列給受に求められる要件を満たしたコンファイナーボックス、太陽光発電産業向けに開発されたソーラーロックスコネクタ、ソーラーパネルのアーク線をつなぐグラウンドクリップ、太陽光発電システムのインバーター制御に PCFN ソーラーリレー、フレキシブルブスはアイソラブスは電線と比較してより大きな充電容量を提供できます。続いてレールです。レールの制御には回路保護部品のポリシス、また信号専用には重機用コネクタのダイナランプコネクタが使われています。制御ボックスにも同社の製品が搭載されています。監視カメラなどの映像信号は光中継ボックスによって光信号に変換し、屋内用光コネクタを通して大容量データを確実に伝送しています。分配のための音声回線用には身体性の高い防食端子板が、高速伝送用のシールド配線コネクターも装備されています。デリバリーザアドバンテージ、ダイコエレクトロニクスはさらなるアドバンテージをお届けしてまいります。なお今回はステージ前方にありますソーラーパネルとリニアに取り付けておりますソーラーパネルを京セラ株式会社様、ヨカトル株式会社様、サンテックパワージャパン株式会社様、株式会社クリーンベンチャー21様、以上の4社様よりご協賛いただいております。なお本日は会場内となっておりますので商用電源を使用させていただいております。さて皆様いかがでしたでしょうか。ただいま会場内でお配りしておりますこちらの小冊子にもリニアの浮上や走る仕組みを簡単にご説明させていただいておりますので、ぜひお受け取りいただきお持ち帰りください。さてそれでは皆様お待たせいたしました。いよいよリニアを発進させたいと思います。ではまずマニュピュレーターを取り込んでまいります。ビデオでもご紹介しましたリニアの側面から出ているマニュピュレーターが現在給電ボックスに繋がっているのを皆様ご覧いただけてますでしょうか。さあソーラーパネルで発電した電力をここからリニアに直接取り込む仕組みになっています。それではマニュピュレーターを取り込んでいきたいと思います。皆様ご注目ください。それでは取り込み開始。試乗体験
り停止しますので、もう一度発進ボタンを押すと元いた場所に戻っていきます。さあ操作の方法は大丈夫でしょうか？大丈夫そうですね。それではいよいよスタートしていきたいと思います。まずは浮上させますので浮上ボタンを押していきたいと思います。それは私のスイッチオンの掛け声と一緒に押してください。はい、それでは参りましょう。皆様ご注目ください。スイッチオン。さあいかがでしょうか？リニアが浮上しているのは皆様ご覧いただけてますでしょうか？さあこちらリニアは磁石と磁石が反発して浮いているんですね。緊張の一瞬です。さあそしてここからもっと緊張しますよ。実際にリニアを走行させてみたいと思います。さあこちらのスタートは皆様ご一緒に掛け声をかけていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。私が3、2、1と言いますのでその合図の後に皆様大きな声でご一緒にスタートと声をかけてください。お願いします。それでは参りますよ。3、2、1500W となりました。さあここまで来たらもう一回発進ボタンを押してください。バックで戻ります。さあ皆様いかがですか？この後